カモイワクラ遺跡は、島根県雲南市カモ町岩倉にある、弥生時代の遺跡。1999年1月14日に、国の史跡に指定されている。カモイワクラ遺跡道卓の埋葬状態の、復元展示遺跡は1996年に、カモ町岩倉の丘における、農道建設工事中に発見された。10月14日午前10時頃、 重機による、掘削中に、突然異様な音がしたため、直ちに重機を止めた運転者が、誰がポリバケツをこんなところに埋めたのかと考えつつ、近づいたところポリバケツではなく、銅鐸を発見した。当時、鴨町では、町長の早見雄一の下で学問と教育の、里というテーマで町おこしを行っており、町役場に、直ちに遺跡発見の連絡が入った。 正午前に知らせを受けた鴨町教育委員会では、職員が現地に急行し、掘り出された銅鐸と、まだ途中に埋まったままの銅鐸を確認、作業の中止と現状を変更することのないよう指示した。午後6時、町文化ホールで緊急の記者会見を行い、マスコミを通じて全国に発見が伝えられた。百九十六年より百九十七年の二年間に、 渡たり、鴨モ町教育委員会と島根県教育委員会により発掘調査が行われた。鴨岩倉遺跡出土の銅卓発掘の結果、一箇所からの出土例としては日本最多となる39口の銅卓が発見された。1999年に遺跡は国の史跡に指定。出土した銅卓39口は同じ1999年に 国の重要文化財に指定され、2008年7月に国宝に指定された。これらの銅卓は国が所有し、島根県立古代出雲歴史博物館に保管されている。発見時に重機が直ちに停止されたことも幸いし、当初の前の状態がよく残されており、配置などの詳細な学術情報が研究者にもたらされた。また、 1997年度の調査では、銅鐸が埋められていた孔から3メートル離れた場所に別の孔も発見されたが、こちらからは異物が全く出土しなかった。遺跡は先に発見され358本の大量の銅剣が出土した、公人国遺跡と山を隔てて南東にわずか3.4キロメートルしか離れておらず、両遺跡から出土の銅鐸に、 バツ印の刻印があることから両遺跡は関係あることが分かり、古代出雲を研究する上で大きな手がかりとなっている。これらの二つの発見から、またさらに後に発見された、出雲大社境内遺跡との関連から、古代出雲には王国、あるいは文化圏が存在した、とする研究者が増えてきている。23号。 道卓復元模型道卓埋能状況復元化も岩倉遺跡の道卓埋能校からは三十九口の道卓が出土したが、これは一つの遺跡からの道卓の出土例としては、最多で古代出雲の歴史に対する見直しが迫られることとなっている。大きさの点では高さ四十五センチメートル前後の中型卓二十口と三十センチメートル前後の小型卓十九口に分類され、 形式においては、弥生2期から3期の外縁付け1式が19口、外縁付け比も2式が9口、外縁付け比も2式から、返平紐も1式が2口、返平紐も2式が6口、返平紐も2式からと線紐も1式が3口となっている。そのうち13組26口は、中型宅の中に小型宅が収められた入れ子状態で出土したことが確認されている。 銅鐸がこのような入れ子状態で出土した例は極めて少なく内部は中空であった可能性も考えられているが CT スキャンによる内部調査によればマイノーコーマイ内と内部を塞いでいる土砂が異なることが指摘されている表面からは種が検出され宣告で文様が表現され毛ざたキモ門銅鐸が30口流水分銅鐸が9口ある 絵画の描かれた銅鐸は七口あり、鹿や亀、トンボや、四足獣などの動物が描かれている。銅鐸の中には、顔、トンボ、鹿、イノシシ、すっぽんなど絵を描いた絵画銅鐸が何個か含まれている。銅鐸の製作年代は、弥生時代中期から後期にわたる。出土品の一部には、近畿地方で製作されたと推定されるものもあり、12号、銅鐸は、 大阪府東大阪式虎川遺跡出土井形と共通する特徴を持つ。外縁付け紐2式から、扁平紐1式にかけての銅卓は、流水分銅卓9口、今朝県分銅卓2口。この時期の流水分文様は、機内南部の工人集団政策の横型流水分と機内北部の工人集団政策の縦型流水文様の2系列があるが、 本遺跡出土の流水分銅鐸9口はすべて横型流水分銅鐸であるので、機内の工人集団が制作したものと考えられる。扁平紐式2式から突然紐1式にかけての9個の銅鐸は3群からなる。そのうちの4かけ酒んたき門銅鐸3口は同一工房の作品。もう1群の2口は互いに同伴。これら群に比して、 ロックケサケンタスキモンドウタクロック地も同一工房で作られていると推定。つまり、少数の工房で制作されたドウタクと推測できる。絵画表現の独自性や公人国遺跡、出土道剣の宣告との類似から、大半は出雲地方で制作されたと考えられているが、近畿や北部九州で作られた可能性もある。なお、埋能された時期については、 現在のところ個人国遺跡同様特定できていない。本遺跡で出土した銅鐸には、同じ型で製作された銅鐸も各地で確認されていることから、各出土地との関連を含めた今後の研究が待たれる。ありがとうございます。